皆さんこんにちは。今日はピンクの百合を描いてみました。とってもシンプルな描き方なので初心者の方にもおすすめですよ。途中日本画家の尾形光琳についても少し語ってますので、よかったら最後までご覧になってくださいね。ユリの花の水色になっている部分がマスキング液を塗ったところです。マスキングをする部分は光が当たって明るくなっているところをマスキングしていきます。マスキングを丁寧にきれいにできれば、もうお花の部分は7割出来上がったと言っても過言じゃありません。画面を全体的に濡らしていきます。画面が濡れたら、ブライトローズを花を中心にして全体的にざっくり塗っていきます。つぼみやバックのあたりにも塗っていきます。セルリアンブルーとレモンイエローを足した色でつぼみのあたりを塗っていきます。右側のつぼみは少し膨らみ始めているので、ベースにピンク色を塗った後、レモンイエローをさっとかけます。さらに上からコバルトバイオレットライトとブライトローズを混ぜた色で花やバッグの方に塗っていきます。パーマネントイエローとエメラルドグリーンを足した色で、ピンク色に塗ったところ以外のバッグを塗っていきます。ホルベインのフタロブルーレッドシェードとレモンイエローを足した色で、葉っぱのあたりをざっくりと塗っていきます。カドミウムグリーンディープにパーマネントイエローを混ぜて、黄色みがかったグリーンを作り、画面全体に塗っていきます。オペラピンクとクリムソンレーキを足して、少し濃いめのピンク色を作り、花の中心やバッグのあたりに塗っていきます。花のピンク色を花に塗るだけでなく、バッグの方にも散らすのがポイントです。フタロブルーレッドシェードとパーマネントイエローを混ぜて、少し暗めの緑を作り、葉っぱのあたりに塗っていきます。花の周りにこの緑色をしっかり塗り込んでいきます。画面がしっかり塗れていると、もうこれ以上は絵の具が乗らないので、一度ドライヤーで乾かします。画面がしっかり乾いたら、マスキングをすべて剥がします。マスキングを取って白浮きしたところを濡れた筆で慣らしていきます。ご覧になってわかるように、マスキングを取った段階でもう花の立体感が出てきます。マスキングを取った茎の部分にも緑色を上からかけていきます。コバルトブルー、エメラルドグリーン、パーマネントイエローを混ぜた色で、つぼみの根元の方から上に向かってぼかすように塗っていきます。根元の方を濃く、上の方に行くに従って、薄くなるように丁寧にぼかし込んでいきます。フタロブルー、レッドシェード、パーマネントイエロー、エメラルドグリーンを混ぜた色で、今度は葉っぱを塗っていきます。葉っぱを塗るときは、葉っぱの先の方を濃いめに、根元に向かって淡くぼかし込むように塗っていきます。葉っ
葉っぱを塗る時のコツは、最初のうちは全体的に薄く塗っておいて、後で強弱をつけていきます。絵にもよりますが、今回のユリは少し霧がかかったようにふんわりと描きたかったので、葉っぱの先の方だけよく見えるように描いて、あとはなんとなくバッグに溶け込むようにぼかし込みながら描いていきます。パーマネントバイオレット、プルシアンブルー、イエローを少し混ぜて渋めのグリーングレーを作り、少し目立たせたい葉っぱに塗っていきます。おしべの花芯の部分が少し明るくて目立っているので、コバルトバイオレットライトにイエローを少し混ぜた色で上からかけて落ち着かせます。ユリのつぼみはラグビーボールのように立体感があるので、その光と影を利用して立体感を出していきます。左側の影になっている部分にプルシアンブルーとパーマネントイエローを足した色で、影色を塗っていきます。右側の大きいつぼみにはコバルトバイオレットライトとパーマネントイエローを足した色で少し 茶系の色を作って塗り、左側のつぼみとの違いをつけます。プルシアンブルーとクリムソンレーキを足した色で濃いめのシャドウグリーンのような色を作り、手前など目立たせたい葉っぱの上に塗っていきます。葉っぱが茎から生えているところは植物によって個性があるので、ユリらしさを表現できる場所でもあります。セルリアンブルー、レモンイエロー、パーマネントイエローを混ぜて明るめの黄緑色を作り、花びらの根元のあたりに塗っていきます。この部分のグリーン系はすごく明るい黄緑色なので、色が濁らないように気をつけましょう。花柱を緑系の色で塗っていきます。根元の方はあまり塗らずに、上の方に行くに従って緑を濃くしていきます。花芯も根元の方は色を塗らずに、先の方に行くに従って緑色を濃くしていきましょう。こちらも鮮やかな黄緑色を塗るようにします。一本一本丁寧に塗っていきましょう。この辺りに使う鮮やかな黄緑色はセルリアンブルーとレモンイエローを混ぜて使いました。ジョンブリアンナンバー2パーマネントイエロークリムソンレーキを混ぜて、花びらのひらひらとした抑揚のある影の部分に塗っていきます。花びらの暗めの中央の影の部分にはコバルトバイオレットライト、イエローオーカー、それに少しブライトローズを混ぜた色で影色を作って塗っていきます。花びらが重なってかなり暗く影を落としている部分にはコバルトバイオレットライトとブライトローズを混ぜた色で塗っていきます。削用筆で丁寧に花の影をつけて、平筆でぼかすの繰り返しです。花びらの影を丁寧に追うことで、ユリの一体感を繊細に表現していきましょう。ここで少し一休みとしてアートに関する小話をさせていただきますね。画像を見ながら
ラジオ感覚で聞き流していただけたらと思います。もし好きな時代にタイムスリップできるとしたら、皆さんは歴史上のどの人物に会いたいですか？私はたくさんいるのですが、その中の一人に緒方光琳がいます。緒方光琳は言わずと知れた江戸時代に活躍した琳派の画家で、秋津畑屏風や紅白梅図などが有名ですよね。緒方光琳は1658年、狩金屋という京都の高級呉服商の次男に生まれます。狩金屋は緒方道伯という光琳のひいおじいちゃんが創業者で、呉服屋を開く以前は近江戦国大名の浅井長政の家臣として仕えていました。そのため狩金屋は浅井長政の娘の三姉妹、長女の秀吉の側室の淀殿、次女の京極高次の妻の初、徳川秀忠の妻の郷、またその郷の末娘の東福門院などの太客を顧客に持ち、大変繁盛していたようです。そのため光琳は小さい頃から国宝級のお宝に囲まれて育ち、一流の審美眼が自然に養われていたようです。また書や漆の蒔絵、能などもたしなむ芸達者の坊ちゃまだったようです。光琳のおじさんには本阿弥光悦、弟は緒方健三など、一流の芸術家の血筋なんですね。光琳は大変な遊び人で、父の緒方宗建が亡くなった後、相続した莫大な遺産を遊郭などで使い果たし、弟の緒方健三からもお金を借りて遊んでいたそうです。光琳が画業を本格的に志したのは借金返済のためだと言われていて、40歳過ぎてからのことだったそうです。散々遊んで40過ぎてから絵描きデビューしたにもかかわらず、59歳で死ぬまでの十数年間で江戸時代を代表する一流の絵画を描き残すというところが、私などから見たらかっこいいなぁと思ってしまいます。なんたって国宝ですから、しかも3点も。光琳には奥さんの他にも女性の愛人がたくさんいたようですが、京都で貨幣を作る銀座というところの役人で光琳の絵のパトロンでもあった中村蔵之介という男性とは男同士の愛人関係にあったという話も残っています。コバルトバイオレットライトにイエローオーカーを混ぜた色で、花びらのくぼんでいる部分に影色を入れていきます。光琳が女好きなのは知っていましたが、男性の愛人もいたとはちょっと驚きましたね。百合のつぼみは中央の部分に割れ目が入っているので、その部分に明暗を入れてくぼみを作っていきます。プルシャンブルーとパーマネントイエローを混ぜた色で、手前にある葉っぱを少し濃いめに塗っていきます。葉っぱが生えている茎の部分は要となる部分なので、とても重要です。しっかり描くようにしましょう。セルリアンブルーとイエローオーカーを足した色でバッグを塗っていきます。花の輪郭を少し目立たせるように塗っていきます。ブライトローズとジョンブリアンナンバー2を混ぜて、少し茶色っぽい色を作り、花びらの影色に入れていきます。ミネラルバイオレットとプルシャンブルーイエローオーカーを少し混ぜた色でグレーを作り、バッグの色をさらにワントーン落としていきます。
プルシアンブルーとパーマネントイエローを混ぜた色で葉っぱのシルエットを目立たせたい部分に少しずつ色を重ねていきます。少し黄みがかった色が欲しいのでパーマネントイエローとセルリアンブルーを混ぜた色でバッグに少し塗っていきます。ところで、光琳の代表作の一つでもある紅白梅図ですが、柿つばた屏風に並ぶ国宝に指定された光琳の代表作で、熱海の MOA 美術館で年に1回見ることができます。向かって右の紅梅は若い梅の木、向かって左の白梅は苔むした幹やしだれた枝から古木だと言われています。中村蔵之介は光琳より11歳年下で、歌舞伎役者を思わせるような美男子だったとか。紅白の梅の木を自分と若い愛人に見立てて描いているという見方もあり、なかなか面白いなと思いました。そうこうしている間に百合がだいぶ仕上がってきました。今後もこのようなアートに関する小話を交えながらデモンストレーション動画を出していきたいと思っておりますので、またぜひご覧くださいね。